はい、新しいの441日目でございます。2週間間が空いたね。先週の分はお休みしてしまったので2週間ぶりになりますが、どうでしょう。ちょっとねこの辺草をね抜きました。バーッと朝起きてバーッと抜いたんで、まあ少しね見た目は先週よりはマシになってるかもしれないけど、一歩足を踏み入れるともう草生え放題でね、足を踏み入れたくないという状況になっております。はい、茎ブロッコリーは相変わらずちょっと夏には不向きな野菜なんだなっていう感じがしますね。もうブロッコリー部分がなんかシュワシュワになってます。であの辺ちょっと豆があるで、モロヘイヤ元気。この辺はまあちょっとトウモロコシ取った後なんで荒れてます。この後どういう風に活用していくんでしょうね。はい、これはシシトウ、大きいシシトウの木になってますね。これはオクラですね。オクラもなんか曲がってるけど。でピーマンの木。こっちはね今年植えたピーマンで、1年越しピーマンの方がこんな感じです。ちょっとねこちら花とか実を摘みました。こういう感じで。ちょっとね実をつけると木自体が弱るので、一旦ね。夏の間お休みしてもらおうかなと思って実をつけないように全部取りました。まあ、あっちのね今年入れたピーマンがおそらくこの夏は活躍してくれるでしょう。秋口からあっちの1年越しピーマンが活躍してくれれば十分という感じ で、ミニトマトなんですけど、まあいい時期ですね。一番ミニトマトができ放題って感じ。この辺の実を見ても後からつきそうな感じですね。こんなとこにオクラがある。ここにオクラ入れたのはめちゃくちゃセンスないな完全にトマトの影になっちゃってるし、あの辺のナスもねちょっと手入れてないせいでなんか鬱蒼としてますけど、ちゃんと枝払わないと秋口に取れないですねこのままじゃ。まあ、来週余裕があったらやります。はい、こんな感じでアザラシの441日目でした。まあね精細を保ててるかなって気がしますね。マルチのおかげで、マルチ入れるのは大きいですね。はい、まあ、今週も暑いですけども、なんとか乗り切っていきましょう。ほなまた。